ウェザーニュースキャスターの白井ゆかりです。6月16日水曜日の全国の天気をお伝えします。予想天気図を見ていきましょう。梅雨前線上に低気圧が発生していきます。この影響で西日本では雨の降りやすい天気となりそうです。また上空寒気の影響で大気の状態が不安定となっていきます。東日本、北日本でも日差しが届くエリアはありますが、傘の出番もありそうです。では各地のお天気をアイコンで確認していきましょう。南西諸島那覇では曇りのち晴れのアイコンです。前線離れていきますので日差しも届きますが、雲が広がりにわか雨にご注意ください。西日本でも雨のち曇りのアイコンが九州、中四国エリアで多くなっています。前線や低気圧の影響で雨が強まる可能性がありそうです。大きめの傘も活躍していきます。ただだんだんと雨が降り止んでいく予想です。近畿から関東にかけて、東日本から北日本にかけても上空寒気の影響で大気が不安定となりますが、特に東日本では大気の状態が不安定となりやすいです。雲が広がりまた雨も降ってきます。雨の強まり、雷、また突風やあられにもご注意ください。また仙台や金沢でも曇りアイコン一つとなっています。こちらでもにわか雨の可能性はありますので、空模様の変化にお気をつけください。東北エリアも日本海側、新潟では日差しも届く時間があります。ただお昼頃からはこちらも大気の状態不安定となって天気急変の可能性がありそうです。日差しに油断せずお過ごしください。そして北海道では曇りのち晴れのアイコンです。日差しも届いて比較的穏やかなお天気というところが多くなっていきそうです。内陸部では一部にわか雨の可能性がありますのでご注意ください。気温を見ていきますと25度前後の予想、雨の降るエリアでは多くなります。西日本、東日本です。日差しは乏しくなりますが、ジメジメムシッとした体感となりそうです。以上、全国のお天気をお伝えしました。